リーグで3番目の投手でした。メジャー行った結果、メッツの千賀滉大投手は7日ホームでのカブス戦に先発し、6回まで7安打2失点自責点に2飛球6三振と好投した。この時点での防御率は 3.24、 メッツは7対2とリードしており、千賀はすでに8勝目の権威を手にした。試合中は激しい雨が降り続いており、マウンドは泥で緩んでいた。7回にウォームアップを始めたが、傾斜に左足を踏み込んだ途端に滑って体勢を崩し、あわや転倒の危険な状況となった。と、千賀用やっとると思うが、千賀滉大、21先発、116.2 回、7勝6敗、防御率 3.24、どうや。何も言うことがない、もはや神。今年はバッター有利やからな、それでこれはマジで大したもんよ。普通にエース、余裕でエース。アイホックスマン、この千賀って投手ください。今のこの千賀が必要ない球団なんて世界中どこ探してもないからな。直近7試合で防御率 2.70、 直近15試合で防御率 3.19、 シーズン通してずっと安定しとる。正直ワイは驚いとるわ。たまに結構炎上するタイプだったから防御率は4点台かなと思ってた。ナリーグ防御率3位やからな。一応サイヤングもまだ出てないやぞ。上2人が怪我でもしたらマジであるな。すごすぎで草、新人で防御率3位ってほんまにすごいからな。パリーグでも山本佐々木に次ぐ3番手ピッチャー、ナリーグでも3番手ピッチャー、永遠の3番手か。パリーグとナリーグ一緒みたいなもんか。ほんまにようやっとるわな。